続いてはタミフルのお二人です。はい、どうもよろしくお願いします。お願いします。まあ、タミフルでーす。よろしくお願いします。まあ、あの、タカフミと小樽で、まあ、タミフルなんですけどねまあ、なんか音的になんかタミフルっぽいかなっていうね、まあ、まあ、それだけの感じなんですけど、まあ、よくある話ですね。まあ、あの、自殺誘発剤とかじゃないんで、まあ、その辺はちょっと勘違いしないようにお願いしますまあね、これはちょっと話ですね。まあ、説明はそこまでにしといて、まあ、とりあえず、まあ、最近、まあ、春休み入ってさ、はい、どうよ、どんな感じよ。いやー、もうなんか、なんていうんですかね、まあ、いろいろイベントあるじゃないですか。そうだね。まあ、今日も追い出し合宿ですし、そうだね、今度も春合宿ありますし、春合宿もある、ね、高見さん、今度スノーボー企画、はい、企画してたじゃないですか。あります、あります、はい。いやー、本当にお金がかかりますよね。お金がかかるね。お金って大事ですからね。しっかりバイトしてる？ちゃんとバイトしてます。高見さん、この前怒られてました。怒られて辞めたらしいじゃない。違うよ、喧嘩して牛角を辞めたんです俺。なんで喧嘩したんですか？そこ聞いちゃうんですか？いや、まあ、なんかちょっと店長が謝ってくれなかったんで、じゃあ辞めますみたいな感じで、まあ、やったんですけど。お前最近どうなの？お前も牛角だよね。ああ、俺はもう本当にすごいですよ。もう店長にもうなんかチヤホヤされて、この前パチンコ行ってきましたもん。パチンコですか？はい、パチンコチヤホヤ。じゃあパチンコチヤホヤ。パチンコチヤホヤ。はい、で、時給もこの前20円一件上がって今930円なんですよね安いっすね。安いですか？どっちかって言ったら安い。はい、うん、今でもそのちゃんと仕事してんの？あ、これバッチリですよ。でもなんか最近なんかお客さんがなんか不満の顔で帰ってくるんですよ。なるほど、それを絶対お前のせいで、お前のせいだよ、それ。お前の接客のせいだよ。え、それはないっす。お前の接客のせいだよ。何言ってんの？それは俺客やるから、じゃあお前ちょっと接客やってみな。あ、じゃあやってみますか。やってみな、じゃあ。まあ、とりあえず。え、それでこんばんは。お客様は何名様で？一人です。お客様は1名様で。はい。一人焼肉で。一人焼肉で。感じ悪い。こちらどうぞ。お客様1名様、1着にワンダイです、ところから。絶対ここだったら行ってないじゃん、こいつ。じゃあどうぞ。お客様、ご注文決まりですか？じゃあ、まあ、とりあえず、じゃあ、まあ、肉、まあ、頼みましょう。何か？まあ、カルビと、ハラミと、じゃあ、ロースを一つずつお願いします。こちら、カルビとハラミと、ロースと、あとカルビは2つでよろしいですか？え、伊勢いいけどさ、カルビ2個いってるよね。カルビは2つ。違う違う違う、ロースじゃなくて、カルビ2回いったよね。カルビ、ハラミロース、カルビ。はい、こちら2つじゃなくてよ。カルビの挟み撃ちみたいな感じになってるから、まあカルビはお一つでよろしいですか？お一つでいいっす。はい、一つでいいっす。だそれこちらもう一つお持ちしますね。こちらのご注文を繰り返させていただきますね。また繰り返すんですか？これカルビ、ハラミロースとあとショーライスを一つでよろしいですか？ショーライス、将来ですね。将来です。将来ですね。将来です。将来ですね。本当に？将来ですね。本当に？将来ですね。俺頼んでないっしょ。将来ですね。押すね。将来ですね。じゃあ分かった。将来。じゃあ分かった。じゃあ将来です持ってきてください。はい。じゃあこちら将来。はい、持ってきてね。じゃあご注文確認させて。また確認ですか？カルビ、ハラミ、ロース。すごい。将来です。石焼きビンバでよろしいですか？石焼きビンバが来た。そこで。はい、将来です。将来ですと石焼きビンバで。はい。ライスオンライス。はい、そんな感じで将来数いらないです絶対。はい、じゃあその将来数はいらないです。はい、いらないんで、もうそれも持ってきてください。もうじゃあこちらお持ちしますね。はい、こちらご注文確認させていただきますね。じゃあカルビ、ロース、ハラミに将来数に石焼きビンバに、こちら飲み物いかがなさいますか？将来数また入ってて飲み物、もう水でいいっす。水で、水でお願いします。お部屋無料ですからね。無料ですね。無料ですからね。無料ですからね。こちら学生さんにはよろしいですか、ね、感じ悪い感じ悪いよマジで。何で、こちらお部屋でよろしいですか？はい、でこちらお部屋を持ちません、ね、こちらご注文かまた確認でしょ確認でしょ。でももうじゃあ早く早くしてください。ハラミに石焼きビンバ将来ぞお部屋でよろしいですか？はい、そうそうそれそれです。雑雑ライト五はい五。あ、でもとりあえずちょっとあのちょテーブル来たいんでしょ、拭いてもらってもいいですか？すいません。はい、こちらテーブル拭きますね。はい、少々お待ちください。こちらまあ、ご確認ね。最後にご確認を、はい、確認、最後にご確認を、はい、じゃあカルビ、ロース、ハラミに、ショーライス、石焼きビビンバに、カルビに、ロースにタクを拭くと
舐めてんだろマジで。こんな店二度するか。どうもありがとうございました。